ハロー、めぐっぺです。皆さんは高いところって平気ですか？実は私、高所恐怖症なんです。というわけで、今日のテーマは高所恐怖症です。ではまず、高所恐怖症という意味の単語ですが、単語はアクロフォビア、アクロフォビアと言います。アクロは高所、高いところ、先端という意味の接頭辞、フォービアは恐怖症という意味があります。なので、アクロフォービアは高所恐怖症という意味になっています。この他にも、同じフォービアを使った表現として、クラストロフォービア、閉所恐怖症、アンスロフォービア、対人恐怖症、スクールフォービア、学校恐怖症、それからハイドロフォービア、水恐怖症もあります。では練習しましょう。アクロフォービア。アクロフォービア。どうでしたか？言えましたか？これでどこかの国でバンジージャンプしようなんて言われても、I'm not acrophobia, no! って言って断れますよね。というわけで、今日のテーマは高所恐怖症でした。ぜひぜひ覚えて普段の会話でも使ってみてくださいね。めぐっぺでした。またねー。